独特な子を寄せ植えするには、こんにちは、花草人の尾関純子です。今週の花ズバー、ハボタンのマルモドルチェです。ハボタンのマルモドルチェさんは高見園芸さんが作出されたかわいいハボタンです。ほら、こんなに綺麗な葉っぱ。この子を主役にして寄せ植えギャザリングを作るには、この子の一番の特徴、このね、斑入りのこの葉っぱ、この葉っぱをよく見えるように作っていくといいですよ。この子より目立たない、この子を引き立てるような子を使うといいですよ。作ってるところをご覧ください。マルモドルチさんを引き立てるように小花、細かい葉っぱ、色がマルモドルチさんの葉っぱより薄めの色を使ってみましたよ。花草人ではこのような寄せ植えギャザリングのオーダーレッスンを受けたまわっております。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人の尾関純子でした。またね。来週の花ズバはまたまたハボタンをご案内したいと思います。お楽しみに。